羊を放牧しているルーマニアの羊飼い羊飼いとは、羊を保護し飼育し放牧する労働者である。英語のシェパードという言葉は、シープヘルダーを縮めて作られたものである。羊飼いという職業は最も古い職業の一つで、約5000年前のアナトリア半島が発祥である。羊は乳肉、そして羊毛を得るため飼育された。 発祥から千年経過すると羊飼いという職業はユーラシア全域に広がった。フランス人考古学者アンリ・フライシュは秋石器時代のレバノンベッカー高原における遊牧民の羊飼いが暫定的に最初の文化の一つと考えられるとしている。少量の羊なら豚や鳥などのように家畜として牧場で飼えるが大量になると 牧草地を渡り歩かなければいけなかった。そのため羊飼いの職務には、肉食動物などから羊を保護し、羊毛を狩る時期には市場に移動させるなどの仕事を行っている。昔の羊飼いは父を絞りチーズを製造した。それらの伝統は現在でも少数の羊飼いが引き継いでいる。多くの社会では、羊飼いは経済に関わる職で、農民とは異なり、 他人の羊の面倒を見て、しばしば賃金を得ていた。その一方、彼らは遊牧のために、社会から離れて住み、子供のいない独身男性の仕事とされた。新しい羊飼いは、外部から募集する必要があった。ほとんどの場合は土地を引き継げなかった農民の子供たちであった。それ以外の社会では家族を持ち、難しくない仕事は、児童や少年、または、 老人が受け負った。そういった羊飼いは地元社会と共にあった。羊飼いは通常グループで一つの大きな群れを率いるか、もしくは各々が管理する群れを共同で管理するかしている。羊飼いは多くの場合、羊と一緒の小屋に住み、地域社会から食料を得ていた。それ以外の羊飼いは、大井があるワゴンに住み群れと一緒に行動していた。 羊飼いは特定の地域で発展した。低地や川の渓谷では、羊を放牧するより穀物を育てた方が圧倒的に効率的であった。したがって、羊の飼育はそれ以外の山岳地域等に限定された。近代以前の羊飼いは、このような中東、ギリシャ、ピレネ山脈、カルパチア山脈、スコットランドなどの地域を中心に行われた。 羊飼いの増羊は、家畜や農業には適していない、山岳地帯などに生える丈夫な牧草を食べることができる。そのため、季節ごとに山岳ルートに沿って、ドロバーズロードといわれる道が形成される。こういった山岳の道でバランスをとり、捕食動物から羊を守る武器として、危険な下草を調べるため、多目的にシェパーズクルークは使われる。 フックは落下した羊の首や足に引っ掛け、群れへの復帰を補助するために導入された。このような理由から困難な状況にある神父を助けるシンボルとして、ミトラ教父やキリスト教の司教が持つ司教杖に取り入れられている。スポーツ棒高飛びの起源は羊飼いが川や柵を越える際に杖を使ったのが始まりだとされる。急旬な地形を持つカナリア諸島では、 槍のような杖を使用して移動したり登り降りするサルトデルパストールという伝統競技がある。エジプト神話に登場するお尻阻みは片手に陛下と呼ばれるシェパーズクルークを持つ。キリスト教ではイエスキリストを前期羊飼い神道、ストレーシープと比喩するシェパーズクルークをモチーフとした司教図への存在など羊飼いとの関わりが多い。 動植物についての知識が豊富であるため、ルーマニアの羊飼いなどは、自由者、魔術師として尊敬を集めている。俗世とかけ離れた牧歌的な環境で生きる羊飼いは、アルカディアの住人という理想像として、頻繁に芸術のテーマとされる。羊飼いを田舎の象徴として理想化したパストラルというジャンルは、テオクリトスの牧歌から始まり数々の名作を作ることとなった。 エルコープランド、P、ウェスカム、インベントリオブストーンエージサイツインレバノン、ノース、サウスアンドイーストセントラルレバノン、P49、インパー、キャトリック、http コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス、ID イコールクプキコジ2011年8月29日、閲覧。フライッシュ、ヘンリー、ノーツでプリーヒアリー・ベネス。 一アードエッサオーデ、ニラベカーノール、3ウンパリスウォー、イエヌプラエア、ありがとうございます。